バスケトークラジオ。はい、皆さんこんばんちは。第545回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と大吉です。どうもこんばんは。こんばんは。ちょっと元気を出していきましょう。はい、7月6日水曜日1時14分から2本撮り2本目。はい、眠くなってきましたけど頑張ります。頑張りましょう。はい、さて今日はいきなり何を教えてくれるんでしょうか。はい、フィバワールドカップ、うん、2023アジア地区予選のウィンドウ3ですね、日本代表の試合男子、うん、行われてまして、うん、ね、皆さんも、先週末いろいろご覧になってたと思うんですけれども、うんうんうん、それについてのお話をぜひさせていただきたいと思います。で、対戦相手は、7月の1日金曜日にオーストラリア代表と、うん、で7月3日日曜日に、チャイニーズ台北台湾と、対戦をしたわけですね。はい、まあオーストラリアちょうど今から何年前だろうな、ちょうど八村選手とかが戻ってきて、うん、千葉ポートアリーナでね、はい、オーストラリア代表に勝った試合、あれしびれたよね。懐かしいですけれども、うん、うん、あれ以来久々にオーストラリアとねガチンコでやるような感じですよね、ちょうど今回はね。はい、で、代表候補いろいろ選ばれてたんですけれども、うん、その中でまずオーストラリア代表戦のメンバーが、ね、絞られまして、うん、はい、まあ、その辺から早速話していこうと思うんですけれども、うん、結論そのオーストラリア戦と、台湾戦は、メンバーが違います、うんうん、一部違うと。でまずオーストラリア戦ですけれども、うん、斉藤匠選手、うん、ルーク・エヴァンス選手、うん、千葉ジェッツの佐藤拓磨選手、うん、それからシーホース三河のおでんくんこと、西田雄大選手、うん、それから結構楽しみだった川崎ブレイブサンダースの藤井優真選手、それから超楽しみな、ネブラスカ大学の富永啓生選手、これね、うん、うん、で京都ハンナリーズの、長吉選手、宇都宮ブレックスのテーブス海選手、これも超楽しみでしたけれどもね、うん、それから、谷口大志選手茨城ロボッツ、うん、それからサンロッカーズ渋谷の井上総一郎選手、うんうんうん、それから名古屋ダイヤモンドドルフィンズの張本天傑選手に、うん、これも面白いな、アルバルク東京の吉井選手、吉井宏隆選手、うんうんうん、まあ、ちょうどね B リーグのシーズンの後半とか終盤ですかね、うん、アルバルク結構、出れない選手が多い中で吉井選手急に活躍をしてですね、うん、はい、話題になってましたけどね、うん、何気に196センチあって何でもできちゃうという、うん、うん、まあ、スリーも打てますしね、割とコーバスさんの構想に近い選手なのかなっていう印象は確かに持ってましたけど、なるほど、うん、うん、まあ、このメンバーで臨んだわけですね、うん、はい、で、どんなだったかというとですね、うん、はい、なかなかびっくり、うん、残念なスコアでございまして52対98、うん、うん、1ピリ13対22、うん、2ピリ4対25、だいぶコテンパンにやられてしまいましたね、うん、まあ、オーストラリアは元 NBA のデラベドバ選手とかね、うん、あとメイカー選手だったかな、うんうんうん、はい、いまして、うん、それから3ピリが10対21、4ピリが25対30ということで1ピリも取れず、うんうん、フィールドゴール、日本 27%、 63分の17、オーストラリア 54.3%、 70分の38、まあシュート率も随分とね、まあ、うん、でスリーポイントシュート、日本が37本打って10本、 27%、うん、オーストラリア39本打って17本、43.6%、うん、日本がやりたかったことをむしろオーストラリアにやられちゃったのかなぐらいの感じではございまして、ツーポイント選手も26分の7と、31分の21、うん、日本 26.9 に対して、オーストラリア 67.7%、うん、まあ、フリースローはいいとして、リバウンド、日本32、オーストラリア47、オフェンスリバウンドは両方とも8本なんですけどね、うんうんうん、ディフェンスリバウンド24対39、うん、であとアシスト日本8に対してオーストラリア25、何これ、ターンオーバーは日本16の、オーストラリア13、うん、
ブロックショット日本一の、オーストラリア6、うん、まあしかしこのアシスト数の差っていうのもね、うーん、どんなアシストなんだろうね。いやもうこれ速攻結構ガンガン決められてましたよね、やっぱりね。そういうことか。で日本はやっぱね、その、まあ、これちょっと台湾戦も含めての話になってくるんですけど、うん、あのスリーポイントをその前より打つようになって、うん、あのシュートチャートとかでもね、うん、ロングツーは1本も打たずに、うん、まあスリーポイントかペイント内かっていうことで、うん、まあ、そこは確かに言われた通りのことをやってるんですよ、うん、ただ、うん、女子と違うのは、うん、シュート力、うん、女子は確かにあの小さいからああするしかなかったのかもしれないですけれども、うんうんうん、まあ、それをカバーするだけのスリーポイントの威力っていうのがものすごいじゃないですか、うんうんうん、正直言って世界のどの国よりも入るスリーポイントっていうのがありましたけれども、うんうん、日本男子ねシュート入んないんですよね、うんうん、スリーがそんなに他の国以上にじゃあ入るのかって別にそういうわけでもないから、うん、やっぱり女子と同じ戦術でやってうまくいくのかって考えた時に、うん、まあ、じゃあだからといってじゃあロングツーで勝負するのかって言ったら、まあ、そこはどうか分かんないですけど、うん、ちょっと現状もっと、まあ、でかくなくてもいいからもっとスリー入る人入れた方がいいのかなとか、うんうんうん、そう思わざるを得ないようなスリーポイント率なんですよね、うんうん、結構いい感じで開いたらもうどんどん打つっていう姿勢はいいんですけど、ほんと入んない、うんうん、もうほんとこれに尽きるっていう感じです、ね、あ、そう、そんなにか、うん、台湾もね勝ちましたけど、うん、やっぱ見ててシュート入んねえなと思って見てました。あ、そうなんや、うん、正直ね、まあ、富永選手はまあちょっと別ですけど、うんうん、富永選手どうやった。富永選手は、まずオーストラリア戦では、うん、1位で18点、うん、アシストも2位で2本、うん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 、一応1試合目も2試合目も富永選手がスコーリングリーダーですかね。すごいな、うん、予想外に活躍できなかったのが藤井優真選手、まあ得点8点取ってはいますけど1試合目は、うん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 、アシストも3本出してはいるんですけども、うんうんうん、なんかやっぱちょっと川崎での動きとはちょっと違っちゃってんなっていうところはありましたね。それはこうチームメイト的にまだ噛み合わないっていう感じなのか、ちょっとなんていうかな、なんかやっぱスペーシングっていうところでなんかうまく他のメンバーとちょっと合ってないのか、やっぱ川崎と同じようなシチュエーションでシュートを打たすっていう形が作れてないのかなっていうところもありましたかね。そうなんや。そういう意味では今回メンバーに選ばれてないですけどね、ベントレメレオ選手なんかも本当はオフェンスもディフェンスもどっちもタフで、本当はホーバースさんのね、放送に入るタイプなのかなとも思ってたんですけど、うん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 、前回の代表の時にも全然活躍できずに終わって、で西田選手なんかは結構ねあのいい感じでやれてるなとは思ったんですけど、今回そんなに悪くもなかったですけど、そんなに目立った活躍ということでもなくて、ただところどころでやっぱり必要とされてるそのペイントアタックっていうところをちゃんとやってた気がするので、あ、そうだった、まあ、まあある意味、まあ、9大点としては9大点なのかもしれないですけど、まあ去年かなその仙台かなんかで中国かなんかとかと試合やった時ほどの目立ってる感じはなくて、まあ、そこは今回富永選手が持ってったかなっていうところですかね。まあそんな感じで1試合目はちょっとそんな感じのボロ負けをしてしまって、まあ民放で流れてなくてよかったなっていう、これ何も知らない人がこの試合見たら日本やっぱ弱いじゃんみたいで終わっちゃう気がするんですよ。ただ BS でしか見れない状況だったからまあなんとかなったのかなっていうところですけど、まあ、あと面白かったのはやっぱそのテーブス海選手と吉井選手を先発で起用っていうところで、まあテーブス海選手はその得点は全然決めてないんですけど、やっぱり切り込んでって相手がでかかろうがなんだろうが関係なく切り込んでって外にパスっていう、そういうところは結構やれてたと思うんですけど、ただねとにかくオーストラリア戦
立ち上がりでいきなりブロックショット2本ぐらい確か食らったりして、うん、いきなり5連続失点して、うんうんうん、10点差つけられるみたいな、うんうん、でオフェンス的にもこうちょっと単発で3ポイント打つだけみたいな感じで、うん、それでネピリなんかはもう10分間で4点しか取れずね、うんうんうん、前半終わって17対47の30点差みたいな、うん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 、でシュートも決まないしフリースローもなかなかもらえないんで、うん、なかなか全然点数を縮められる部分がなかなか作れないんですよね、うん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 、ただ最後の10分間だけで25点上げて最後、うんうん、まあフリースローアタックしたことでファウルもらってのフリースローとか、うん、っていう形でゴールにアタックしたことで得点が伸びたと、うんうん、だからやっぱりその3ポイント打つって上でも本当はゴールアタックがないとディフェンスがねやっぱり縮まらないし、うん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 、やっぱそれがあるから3ポイントも打ちやすくなるわけで、うんうん、だからそういったところはなかなかこう噛み合わないなっていうところはありますよね、うんうん、今回のフル代表をどう見たらいいの、うん、モンキッちゃんこれ。あ、もともとそのワールドカップに出場することは決まっているので、うん、本当の最強メンバーというよりは、うん、これ、メディアでも言われてましたけど、うん、もうこの大会自体が生き残りかけてのトライアウトだと。なるほど、うん、まあ、本来の本当の本当の最終的な大会になってしまえば当然八村選手渡辺選手とかも入ってきたり、うんうん、あと今回そのプレーオフがね B リーグのプレーオフが最後の方まであった選手たちなんかは今回外してるんですよね、うんうんうん、2回に分けるみたいな形にして、うんうん、あと今回すれば富樫選手も入ってないですからね。そうやんな、うん、でなんで若手を育てる見てなかった選手を見る、うん、B リーグにおいて、うん、まあ、今まで代表に選ばれてはなかったけれども、うん、まあ、アグレッシブにディフェンス、うん、オフェンスやれる選手を起用したいってことは、まあ、うん、ホーバスさん言ってたわけですけど、うん、そういうふうに感じた選手をまあ集めて、うん、まあ、実際に代表戦にも試合に使ってあげて、うん、どこまでやれるかを見たいってところだったんだと思うんですよね、うんうん、だからそれこそ比江島選手とかね、うん、あと代表候補に選ばれたことで名前出て話題になってましたけど、イカルガ選手とか、はい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 、こういうブレックスとかキングス絡みの選手の多くは、うん、今回のホーガーには選ばれてなくて、うん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 、ただテーブス海選手に関しては今回選ばれてますけどね、うん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 、まあ、今回ちょっとシガレイクスに移動することになってますけど、うん、うん、だから逆にこう長期的に見てね、うん、いろんな選手を育てて、うん、本当にいい選手を前評判だけじゃなくてね、うん、過去の経歴だけじゃなくて、うん、本当に今生きのいい選手を使いたいっていうような、うんうん、その考え方には当然賛同はするんですけどね、うんうん、戦術的に本当になかなか、うん、そうは言っても難しいところあるんだなというのは感じますね。とにかく3がこれで入れば確かにいいんですけどね、うんうんうん、女子並みに入りゃいいんだけど、うん、ってところっすよね。難しいね、うん、でですね、うん、今度チャイニーズタイペイとの試合、うん、これはね89対49でもう日本圧勝しました、うん、ただこれチャーニーズ台北も実は帰化選手でいいのがいるんですけど、うん、なんかコロナ関係で今回出れず、うん、であと大学生が結構大半占めてたりするみたいで若いチームなんですよね、うん、でもチャーニーズ台北はここで負けちゃうとワールドカップの出場権もらえなくなっちゃうんで、うんうんうん、本来は必死だったはずなんだけれども、うん、まあそういうトラブルもありっていうところでなかなか大変そうではありました、うんうん、でも試合には日本がこうやって40点つけて勝ってるんですけどね、89対49で、うんうん、でも序盤とか見てるとチャイニーズタイペイの方がなんかやりたいバスケやろうとしてんじゃないかって感じるくらいの雰囲気もちょっと感じる時もありましたけどね。そうなんか、うん、なんかやっぱりねチャイニーズタイペイの方がねスリーポイントとか綺麗に打ててる感があって、うんうん、日本はやっぱ外で打てって言われてるからとりあえず打てる時打ってるけど、うん、うん、どうなんだろうなっていうところはありました、うん、でただこっちの方では、まあ、戦術通りに日本がその3ポイントが入らなかった、そんなに入ってないっていうところを除いては、うん、まあ、戦術通りにやってくれてることもあって、うん、
うん、スリーポイントシュート43本打ってますけど、うんうん、入ってるのが12本なんですよね。ああ、落としてんな。うん、で台湾は22本打って4本だから、うん、まあ、打ってる本数は相手も圧倒してるし、うん、まあ、やりたいことやってるんだろうなとは思うんですけど、うん、でもこんだけ対象してる相手なのにスリーポイントは 27.9% しか入ってないっていうのはね、うんうん、やっぱ本当にスリーポイントシューター的な人を入れないと、うん、この戦術は厳しいなっていう気はしましたね。うんうんうん、まあ、当然比江島選手とか渡辺選手とかね、うん、スリーポイント磨いてる八村選手とかが入ってくるとなるとね、うん、まあ、本当の本当の本番ではまあこんな数字になることはないのかもしれないですけど、そうですね、リバウンドも51対33、うん、オフェンスリバウンドも14本取ってたりとかするんですよね、うん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 、でアシストも22対11で日本が圧勝してただけにまあ、うん、ってところですけど、うんうんうん、でこの2試合目はねまたメンバーがちょっと変わってですね、うん、まあ、何より面白かったのが川村選手ですよね、うんうん、そうやな、うん、川村選手な、もうね、うん、存在感すごすぎ。そうなの。アシスト8だし、お、まあ、スタメンはテーブス海選手だったんですよ、うん、なんですけど、うん、川村選手出てからディフェンスが良くなって、うん、まあ、実際川村選手個人でのディフェンスの良さが光る部分も当然あったんですけど、うん、やっぱそれにつられてっていう部分もあって、うん、だから川村選手がいるときは日本が押すんですけど、うんうん、川村選手が引っ込むと、うん、途端に日本の流れが悪くなるという、うん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 、でそれが分かった瞬間ぐらいから急に川村選手あまり出さなくなったんで、あ、もうお前合格っていう形で、お、うん、あとはもう他の選手試すか試合も勝ってるしみたいな感じになったのかなっていうふうに感じちゃいましたけれど、なるほどなるほど、うん、ちょっとただ川村選手もねもうちょっとスリー打って入れてくれると、うん、もっとトムさんの構想にはまるのになとは思いましたけどね、うんうんうん、まあ、速攻からディフェンスからの速攻っていうのが多かったんで、どうしてもね、うん、無理やりスリーポイントを打つ場面じゃないだろうとは思ったんで、うんうんうん、テーブス選手も切り込んでってアウトレットパス出すのはいいんですけど、うん、やっぱりなんかねジャンプパスが多くて、ジャンプしてから相手慌てて探してる感っていうのが常にあるのと、うん、あとスリーがもうちょっと入んないと、うん、うん、ちょっとやっぱ富樫選手とかね、うん、他の選手と比べるとスリーがちょっと若干弱い感じがするので、うん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 、課題はそこかなとは思いましたね。うん、うん、あとちょっと前に、はい、テーブス選手が出てきた時に、はい、ちょっとゲームが不安定になるっていう話をモン吉してくれてたんだけど、あ、はいはいはい、なんかそのブレックスの時の判断が、うん、ちょっとまだいまいち、まあ、例えば難しいアシストになったり、それから、難しいシュートになったり、それからさっき言ったみたいに外角のシュートがちょっと難しいのかなっていうところ、課題残るねっていうのを前聞いてたんだけど、うん、今回の試合はどうですか、やっぱりこう安定感がちょっと落ちたりするんですかね。あの相手を切り崩すっていう意味でのオフェンシブな分では、うん、まあ、結果としてねあまり思ったほどのターンオーバーを出さずに済んだっていう感じですかね。あ、なるほど、結果として、うん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 、でも試合によっては結構、まあ、ちょっとこんな言葉私はファンなんで使いたくはないですけど、ちょっとボロが出ちゃう部分が、うん、このまま同じ分だけずっと試合出てるとだんだんそういうプレーも増えてきちゃうのかなっていう気がしないでもないし、うんうんうん、やっぱり自分でせっかくスチールしていけるのに最後のラストパスをミスってまた相手に逆速攻を食らっちゃってみたいなね、うん、まあ、そういうのが比較的ちょっと出やすいところがあるので、うんうん、だからラウンドガン的なねゲームをする場合には向いてるのかもしれないですけどね、うんうん、ただ守備を重視するっていうチームになった時に、まあ、ブレックスでもフィットしてるかしてないかちょっと微妙な感じだったように、うんうん、守備を重視するとちょっとうん、どうなんだろうなっていうところはあるかもしれないですね。うん、まあ、これからトム・フォーバスさんの、うんうん、お眼鏡にかなっていくのかどうかっていう気は、そうですね、ですかね。
あとは、うん、私の中で予想外にいいなっていうふうに感じたのが、うん、サンロッカーズ渋谷の、井上宗一郎選手ですね。おー、井上宗一郎選手スリーめちゃくちゃ入ってた。マジかよ。あの人って2メートルちょっとありますよね。そうです。おー、すごいね。だからでっかくてスリーポイント打てるからって、なんか代表になんか結構強引に呼んで試してみよう的なふうにしか私は見てなかったんですよ。なるほど。多分そんな呼ばれ方してるなと思って、うん、ところが出てきた時に結構高確率でスリー決めていくもんだから、おー、うん、今回生き残りましたね。おー。であとは結構走るんですよね、あれで。あ、それが聞きたかった。走るだから速攻でちょっとアウトナンバー的な場面ができてる時に、うん、あの井上選手も走ってくると、うん、あの結局ゴールに向かって走ってくるから、ゴール下にパスが通らないようにディフェンスは井上選手に強引にやっぱつかに行かなきゃいけないわけですよ、うん、ボールマンは外にいるのに、うんうん、そうすると外が開くんですよね、うん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 、だから速攻でスリーを打ちやすいような、うんうんうん、そういう状況を作ってくれるんですよね。なるほど、うん、だから走れるセンターがいてくれるとアウトナンバーを作りやすいし、うん、そこからのノーマークで外からのシュートを打ちやすい、うんうん、でそこで無理に外をチェック行こうとすると、うん、逆にポストにいる井上選手にボールが入ってっていう形が作れるので、うんうんうん、まあ、でかくて走れるところの本当の厄介さっていうところをですね、うんうんうん、まあ、見せつけてくれたところもあるのかなとは思いますけど。なるほど。ボールハンドリングとか、うん、こう縦にドリブルドライブで割っていくような力はどうなの？あ、そういうのは多分ないですね。あ、ということはそこで生き残ったっていう井上選手は、はい、うん、やっぱそのシュートを門吉が言ってるみたいな、シュートを買われてっていうところに尽きてくるのかな、うん、まあ私はそう思いますけどね、うんうん、まあ、あとはディフェンスするときに大きい選手につけるじゃないですか、うんうんうん、まあ、オフェンスではまあ逆にそのあんまりゴールに向かってのアタックとかはそんなに器用な感じの選手、まあ、器用っちゃ器用かもしれないですけど、この身長の割にはね、うんうんうん、でもフォワードができるかっつったら、まあ、ギリギリ4番はまあ一応できなくもないけどぐらいの感じだと思いますから。じゃあ世界標準に合わせるとちょっと難しいかなっていうところ、まあ、私はそう思いますけどね。うん、谷口選手とかも試合にあんまり出てないけど一応3ポイントは入るから3ポイント選手シューター的な感じでね、うんうんうん、出たりしてますけど、うんうん、でもなんかドリブルのアタックとかがそこまでうまいわけではないと思うので。なるほど。だからこういう選手を若いうちからちゃんと育てていくっていう、ドリブルつけるようにね、うんうん、っていうところを今アンダー世代で一生懸命やろうとしてるんだろうな、うん、とも思いましたけど、うん、で逆にあともう一人そのアルバルクの吉井選手ですよね、うん、まあそのまあ、アルバルクの中で選手がだいぶ怪我されてて、うん、逆にそこでチャンスが回ってきて、うん、結構試合中にダンクガーンってかましたりとかするぐらいの身体能力の高さも見せていて、うんうんうん、この選手はドリブルもつけるんでね、うん、だ吉井選手なんかは本当に欲しい選手なんじゃないかなとは思いますけどね。なるほど。そんなにスリーポイント決めてはいなかったですけど、うんうんうん、ここら辺の試合では、うんうんうん、そうですね、もう本当にいいオールラウンドプレイヤー的な感じですよね。で、うん、最終的に、うん、今度の、なんつうのアジアカップがジャカルタで7月12日から24日であるんですけれども、うんうんうん、この本大会の12名が今日発表されたんですよ。お、教えて。はい、富樫選手、それからルーク・エヴァンス、うん、渡辺優太、はい、で佐藤拓磨、うん、で須田雄太郎、うん、これ須田選手もよく頑張ってこのポジション取りましたね。お、まあこれ正直言うと全部のフル代表入れるとここに比江島選手が入っちゃうのかもしれないですが、うん、であと西田雄大、それから河村勇輝、河村選手入りましたよ。入ったね。で富永啓生、富永も入った、うん、そしてテーブス海、テーブス海、うん、うん、まあ一応合格点もらえたんですよね、うんうん、でそして井上宗一郎、うん、正直意外でした。おお、面白いけど、うん、だってそれから張本今聞いてたら何枠なんかわからないね、井上宗一郎本当に、まあ、一応パワーフォワードになってますけどね。いや、枠的にパワーフォワードはまるのか、
まあ、ここに私は、あの八村選手が来たら八村選手が入る枠なんだろうなって感じはしますね。まあ、間違いないやろうけどね。いや、その3が高確率って言ってるから、はい、そしてそのサイズで3が打てるってなると、ほんまにこうスポットシューター枠みたいなね、そうですね、ここに入ってくるんやったら面白いよね。それから張本天傑、はい、それから吉井裕鷹ということですね。だから結局ポイントガードは、テーブス海、富樫、それから河村ということで、まあテーブス海だけビッグガードと言えるのかどうか分かんないですけど、あと2人はもう小さくて速くてっていう、ですね。だから逆にね、スリーポイントシュートで誰になるんだ、まあ富永選手が当然いるけど、あとはもう、まあ、須田選手もスリーポイント求められてると思いますけどね。あと渡辺裕太、もう一人なんか強烈なスリーポイントシュートがもう一人欲しいですけどね。まあその富永選手はちょっと論外っていうか、なんかもうすごすぎちゃうんで、まあ別としてね、日本の中での本当のスリーポイントシューターっていう感じのがいないんですよ。確かに佐藤拓磨選手スリー入りますよ、だけど、どっちかというとスリーはスポットで打つ感じだし、富樫選手はポイントガードとして打ってる感じだから、本当に2番ポジションの職人みたいな、職人的なスリーポイントシューター、まあ、西田選手はまあ確かにシューターか、どうなんだろうなこれ、まあ、ただ4番5番でやっぱちゃんと打てる選手集めてるところは面白いと思いますね。あとはまあ帰化選手もなんかエヴァンス、ループエヴァンスだけになっちゃってますけどね、最近。ロスターどうなってんだろうとか。ほんまやね。ロスター。だからロスターはなんか、まあ、B リーグの終盤も怪我してましたしね。なんかあんまり今回の構想に入ってないのかなっていう感じもしますけどね。なんかやっぱルーク・エヴァンスは 3x3 とかでやっぱだいぶ鍛えられてるんで、体も強いし走れるから、まあ一番使い勝手がいいのかもしれないですけど ね。でも3がそこまで入るような感じはしないから、入るは入るけど、どっちかっていうとゴール下でも体ガンガンぶつけて、体の強さをアピールする側の選手って印象がすごく強いので、そうやな、まあ、そこだけちょっとどうなのかなとは思いますけれども、12日から24日なんですけど、試合がですね、まず日本は、カザフスタンとシリア、あとイラン、この3つとまず予選ブロックで対戦することになるんです。そうなると当然ブロックの中の強烈なチームっていうのは、まあイランっていう話にはなると思うんですよ ね。対抗馬としては、シリアってどうなの。シリアは正直そんな、でも昔の日本だったらシリアともいい勝負ってところだったと思いますけどね、ランキング的には絶対日本の方が上ですけど、ただシリアにもなんか帰化の選手の強烈 なんかガードがいるとかいう情報があるし、あとはカザフが実はワールドカップ予選ではイランに2勝してるらしい。マジか。カザフスタンは勝てると思ってたけど、まあね、前のあの時はねカザフに余裕勝ちして最後出場決めてたような感じでしたからね。そうだね。ただそれ八村とかいての話ですからね、まあ実際のとこどうなるか分かんないっていうのはあるし、八村いなかったのかあの時、ファジーカスかあの時ちょっと忘れちゃいましたけど、であとはイランはハダディだったっけな、なんかの有名な NBA に行った選手とかいて、ランキングはイランが23位、日本が38位、カザフスタン68位、シリア83位、カザフスタンと30位ぐらいランキングは違うんですけどね。で、日程もちゃんと出てますよね。7月13日水曜日の夜7時半日本時間のね、カザフと対戦、で15日金曜日日本時間の夜7時半からシリア戦、
で17日日曜日夜7時半から、皆さんがちゃんといらっしゃる時間帯ですね、これはね。それがイラン対日本です。これは絶対見ながらね、これイラン戦盛り上がりますね、日曜夜。さすがに次の日に向けてね、家にいらっしゃるっていう人が多い時間帯ですからね。そうなんですよね。どうなることやら。今回はだからアジアカップですよね、ワールドカップではなくて、だからアジアカップはもうこのメンバーでやるってことなんですよね。でこの後のまた別の大会とかの予選とか本番とかには、今メンバーの方に入ってないその比江島選手とかね、そういった選手たちもおそらく絡んでくることになるだろうというところでございますね。まあ、今回はとにかく、メディア的には富永選手と河村選手がめちゃくちゃ活躍してくれたので、台湾戦でね、そういった意味では、悪くはない結果だったのかもしれません。でね、富永選手ディフェンスやんない印象あったんですけど、今回ね、なかなか良かったですよ。ああ、そうなの。体の強さもアピールしてました。カットインしてって体ぶつけてファールもらったりねじ込んだりってプレーもありましたし、結構相手のディフェンスにしつこくついて相手を切れさせて相手からオフェンスチャージングを取るとかね、やっぱディフェンスやらないっていうのはあくまで高校生の時の得点取ることに集中してた時と、あとアメリカ内でやってる時の話であって、やっぱ日本の選手と実際にやった時にやっぱそうはならないっていうことなのかもしれませんね。すごい、ね、それはちょっとね、一つ、意外というか注目してたところなんですよね。そのディフェンスを本当にどのぐらいやれるのかっていうところは、でもそこはちゃんとやってたので、面白いなと思います。まあ、アジアカップ制覇してほしいですね。ねえ、アジアで1位取らないとちょっといかんですよ。いや本当に世界で戦っていくのね、そうですよね。もちろんイランは強敵ですけど、あと中国もね強敵ですけど、今回まだブロック勝ち上がれば中国とも当然やることになるでしょうからね。中国とも去年ボコられてますからね。ほんまにな、どうやったら勝てるのかわからないぐらいボコられてますから、その辺もね、どう変わっていくのか、次のオリンピックまでの間にね、変わってくれれば何の問題もないっていうところだと思いますけど、いうことです。了解です。はい、ありがとうございます。僕はもう基本的に富永啓生選手の話が聞けてすっごい嬉しかったです。もう本当良かったですね。大注目だったんで、同じように思ってるリスナーさんもいるんではないでしょうか。そうですね、いつも新鮮な情報ありがとうございます。こちらこそ。はい、それでは皆さん、545回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸とモン吉でした。 See you next time. バイバイ。バイバイ。